ってました。スクールアズムチョイやって見てました。朝倉美紀さんセクシーな方でしたよね。松村和子さんはちょっとセクシーさに無理があるけども頑張ってもらいましょう。愛は奇跡を信じる力を昭和60年人気アニメタッチの主題歌を歌い大ブレイク。その年数々の歌謡賞を受賞。現在はミュージカルや舞台